やばいやつ来いだって行こう。やばいやつなんで。やばいかな？もう見た感じやばくなさそうだな。で、見た目普通のやつこそ頭おかしかったりするかね。とりあえずナイスイベと期待をしとこう。なんて喋ってんのこいつら。あ？チンコ？チンコ？え、この話の流れでチンコって何？どのタイミングで言ったんだろうこいつ。ターシ、ターシどこだよ。ターシだよ。こいつかと思ったけどな。なんかチンコみたいな顔しやがって。ターシどれだろう。あ、ターシ俺の隣にいた。俺の隣であったわ、チンコ言ったやつ。確かにこいつちょっとヤバそうだな。あ、ちょっといいねをしとくか。なんか絡んできてくれたりしないかな。まあ、特にね、なんかヤバそうなやつ多いな。確かにこの目意外と可愛いよね。顔めちゃめちゃキモいけど、この可愛いね。あ、てかターシいないんだけど。俺のターシいないんだけど。てかターシ部屋主なんだけど。そりゃチンコ言うわ。あ、なんか言ってる。ポアだって。じゃ今日はミル戦になるか。ロム戦するわ。久々やん。誰だよお前。え。あ、待って、言っちゃった。こいつら何、仲いいの？この R450 とポアちゃん仲いいんだ。で、この R がさ、すげえだるがらみしてんのかと思ったら普通に仲いいやつか。うん、まあ、やばそうだもんな、二人とも。ターシ一番やばそうなんだよな。やばいやつ恋を開催したこいつが一番やばそうなんだよな。何、お兄ちゃんって。誰と喋ってんの、こいつ。多分これ後ろの黒髪と喋ってんな。なんだ、葵くんか。葵くんなんかかっこいいな、顔いいな。俺もかっこよくなりたい。俺の顔見てこれ。言うて負けてないぐらいかっこよかったわ。やべ、めっちゃ無視された。